まさかやらないだ。え、これははよろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、前回はヒューズさんの死をね、とうとうこの3人が知ってしまってっていう展開になり、で、その中でまた奥さんと再会してね、まあこの奥さんがすげえ頑張ってたんだけど、気丈に振る舞ってたんだけど、まあエドたちが出て帰ったと思った後にはね、また涙を流してるっていう、まあその声が聞こえてきたんだよね。まあそれ聞いちゃってるっていうところで、またちょっと心配な部分がこの3人あるんだけど、心配な部分って言えば、ジャンってキャラクターね。あの人が、今付き合ってる女、彼女がラストなのよ。もうこれがもうほんと衝撃的でね。で、エンビーってやつは軍の内部入ってね、情報集めたりとか自由にできるし、もう恐ろしい敵側の動き、特にウロボロスが。だからこれでいよいよ、ロスさんっていう女の人も、エンビーがヒューズ殺すときに、まあ、その姿になってやってたってのもあって、まあ、そこら辺でね、なんか追い詰められるような感じになりそうだし、いやー、これをね、どう対処していくのかっていう、まあ、辛い時期なんだけど、もうね、また落ち込んでもいられないような状態になるんじゃないかな。まあ、けど今回はエド・アルとかより、マスタングさんが、かなり活躍してくれる感じになりそう。今までヒューズの死でね、もう振り下ろせない怒りを今回ぶつけるんじゃない？いや、この軍とか相手に。そうだと思うのよ。なんだ？銃弾。お前だろってことだよね。そこもあれなのか。一緒なのか。補充申請。ん？そこもなんかあっちゃうの？うん。一発。撃ってるんだ。いや、また。うわー、これちょっと都合悪い展開ばっかりだね。ロスさんにとって。ますます。まずいね。この人は言われて動いてるだけなのかもしれないし、そっち側の人間なのかもしれないけど、もし中立な立場でもこれはね、疑うわな。アリバイは？あ、よかったじゃん。親と。あ、ダメなのか？いやー。アームストロングさん。会いに来たんだ、心配で。いや、この人、いい人だね、本当に。うん。ロスさんと一緒にいた人かな。あ、心配で駆けつけたのか、この人も。うん。じゃあ、証人になれるじゃん。もう。ほんとだよ。うざー。もうこれぶつかるよ、よいよ。かなり中でも分裂してきたね。あ、江戸か。拭いてあげてんの？もう激戦続きだったからね。いや、自分でこう頭拭けるって、また絵が斬新だよね。エド。いやー、ちょっともうね、どうしたらいいかわかんないんじゃない？ほらほらこれね。うわ、重たい空気流れるよ。うん。聞いたね。もう自分じゃわからないんじゃない？どうしたらいいか。ああ。初めてなんだね。だからそれだけ弱ってるんだよ。うん。ああ。しかもこんな若くてね。最前線だもん。いやー、もうここら辺のみんなバックボーンがえぐいよね。いや、それ普通でしょ。当然でしょ、あなたの立場なら。素直な気持ちだね。これが。ええ子やね。いや、壊さないで。ね、大丈夫？ね、壊さないで、あなた。ああ、なんか賑やかでよかったね。あ、お前か。66番だっけ？勇敢？大丈夫か？いや、扉バーンとか開いちゃわない？敵じゃない？あ、新聞になんかあんのか？何？なんか載ってんじゃない？あ、あ、もう新聞に載ってるの？記事として。なんて書いてあるんだろうね。もうあれか、犯人扱いなのかな？処刑とかだったりして。ホムンクルスね。お、うん。あ、同じ新聞？あ、それ、何？うん。うん。いや、これどう思うの？で、断定だってよ。うん、けど、処刑とかではないんだね。うん。ああ！ここ、うん。近くにロスとかいんのかな？若いね、あなたも。ん？え？何？ロスさん関係か。誰か助けに来たのか？あ、なんで？いや、けどこれが来たのかな？いや、ロスさん助けに来たんだよ、きっと。独断で？いや、けどそんなことする義理あるかな？あははは。まあね。あんな中身すっからかんなの初めて見たらお化けだよな。だからマスタングさんの指示か。これ。こうやって動いてんの。だからロスさん助けるためにだよ。おお、ここ。あ、助けないの。ああ、ここはスルーか。うん。なんで助けたんだろうね。ああ、来るね、来るよ。単独の行動じゃないだろうな。だからここにいたらこの人がまずいから、マスタングさんが動いたんじゃないかな。指示だよ、きっと。姉さんに指示されて。ああ、あれが二人の打った時の。もう、世間まで味方につけたんだね、軍が。やっぱりそうなっちゃうんだ。だからここにもう入れないんだよ。軍の人をよこせないから来たんだよ、この人が。あ、こいつと行くなんてってこと？まあ、そりゃそうだよね。なんでスポットライト浴びてんだよ。どうする？行くでしょ？だよね。いつかまたこの汚名をね、挽回して、また軍戻ってこようぜ。ちゃんとした形で。あ、取り調べしてたやつか。あ、もう、逃げた。街出たのか。あ。いやー、けど。いや、もうあれかな。正面切ってやり合うのかな？なんか覚悟決めたような顔してるよ。ああ！ここで鉢合わせちゃうの。これ偶然でしょ？いや、そう。もうめちゃくちゃだね、これ。なんだ、このメンツ。やるの？やるの？いやー、話聞きたいよね。いや、信じてないと思うけど、本人の口から聞きたいんじゃないかな。いや、ここでなんか逃げるとね、ちょっと犯人っぽくなっちゃうよな。誤解解いて。来た！よかった！これで敵だったらね。待って待って。もしかして、敵として認識されてんのか？それはないよね。こいつが逃がしてるんだもん。行っちゃった。ねえ、で、そっちついてくんだね。こっちにも一緒にいてもよくない？まさかやらないだろ？これは？なんで？いや。偽物だ！偽物！これで殺したってことにしといて、助けるための偽装だよ。じゃなきゃもう、信じられないって。来るまでの間に何かあったんだよ。で、詳しく説明する気ないのか。巻き込まないための優しさ。大人の。言わないね。いやー。悪役買ってるねー。信じるかな。またここら辺がいい証人みたいになるのかな。殺しちゃったってこと。あの遺体どうしたんだろう。なんか作ったのかな、錬金術で。迫真の演技だね。いやーそこが繋がってなかったらこれ、ちょっとびっくりしすぎたよ。偽装じゃないっていう線も考えちゃって。殺すために逃がしたと思ってんのか。うわー、もうこんな目向けられちゃうんだね。また抱えちゃう感じになってるね。何？検視？そこら辺まで、あえてだよ。炭にすればバレないだろうから。うわー、軍の中でも、居場所が、ちょっと求心力なくなりそうだね。誰にも言わないつもりなのか。いやー、アームストロングさーん。泣いてんのかと思ったら、これもまたあれじゃん、怒りが。もう行き場のない怒りだね、これもまた。これはもうあれか？もう巻き込まないためにあえて距離取らせようとしてんのか。もう全部自分だけで何とかしようって感じ？こっち側もなんかあれかな。信じてるね。やったって。いや、そこ、けどここはあれだよね。いや、動きやすくするためにあれだよ。多分いなくなったんだよ。だって姉さんだもん。姉さんだもんって言い方おかしいけど。繋がってるはず。勝手に指示があってやったんじゃないの？独断でやったのか。てか、まだいんのお前。ずっと一緒にいる気？部下たちを呼ぼうってか、それで。もう来たの？はいや。いや、これどうなってくのマジで。人間関係複雑すぎるって。なんだ？もう、いろいろとあれだ。みんな欺いてんだ。それともああいう人なのか？違うよね。ほら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 。あえてでしょ。休暇。動きやすくなるためにの、これは布石だね。ん？誰だ？あ、おー、殴られた？うん。え？なんなの？どうしたの？うん。まあ、けど、やること決まった感じなのかなこれ。アームストロングさんの同行？あ、バラバラなの？バラバラなんだ。ええー。じゃ、どうなってくの？うん。命令。連れてけって頼まれたの？うん。もう計画通りなのか。はあ。いや、みんなでじゃないんだ。また。やばくない？これ、この情報。わかんない。よしよしよし。いいぞ。おばはん。まあ、もうおばはんって歳でもないだろうね。生きてるあれで言ったら。え？ああ。ちょっと待って。複製なの？だってあれは、66のことでしょ？もう、なんなん毎回ラスト。マジでびっくりするわ。いやー、そして、ちょっとマスタングさんの動きね。ロスさんをさ、一瞬びっくりしちゃったけど、まあ、すぐにね、偽装じゃねえかなって方向に頭切り替わったけどさ。いやー、みんなをあえてあれなのかなって思ったんだよね。このアームストロングさんにしても、アルとかにしても、まあ、エドにしても、なんか、あえてここに行かせたみたいな感じなのかと思ったけど、どちらかというと遠ざけて、全部自分に一人で背負い込んで、この問題を解決してやろうっていうね、もう誰も巻き込みたくない優しさなんだね。これ以上多分ヒューゼさんみたいになくしたくないんだよ。けど人は、リザさんは？人も何も知らないのかな？なんだ、砂漠なんか歩いて。真実。戦ってる。少年の闇を払拭。なんか、ありそうだね、ここ。反撃ののろし。マスタングさんの動きの方でなんかいい進展があるのかな？マジで今回はちょっと正直見てて頭混乱しまくったよ。そういうことでいいの？って思うところいっぱいあった。今も疑問はいろいろ抱えてるんだけど、こっからまた1話2話3話って見ていけばね、あ、そういう風に考えてたんだなとか、そういうことが分かってくでしょう。マスタングさんの本当の気持ちだよね。それを知りたい。そこら辺をまた誤解している人たちもいるだろうから、早くそこの誤解みたいなのを解いてほしいね。あと、なんでリンを助けたんだろうね。で、リン自体もずっと一緒にいるじゃん。はい、というわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでいってください。以上、動画ぶとつがお送りしました。バイバイ。